はい、こんにちは、116インズです。今回は日本とメジャーの両方で活躍した選手について話していきたいと思いますが、10月末にホセ・ロペスが現役引退を表明しました。ロペスといえばメジャーではマリナーズ、日本ではベイスターズなどで活躍したことは皆さんもご存知かと思いますが、日米通算2000本安打、しかも日本とメジャーのどちらでも1000本安打を記録した初の外国人枠選手でもあります。なので日米で主力選手として活躍した時期があると。で、私はメジャーではマリナーズ、日本ではベイスターズを応援しているということで、ロペスは自分が日米で好きなチーム両方で主力として活躍し、しかもなんと幸運なことにその両方の時代を生で見ることができた数少ない選手というか、おそらくですけど唯一の選手な気がしますね。結構思い入れもありますし、そのロペスもついに引退かと。今回はそんなロペスの思い出をつらつらと話す動画となります。それではメジャー時代から見ていきましょう。はい、まずは若手時代のロペスから振り返っていきますが、ロペスは実はもともと結構期待されていた有望株で、球界の中でもトップ100に入るようなトッププロスペクトでもありました。2003年開幕前のベースボールアメリカのプロスペクトランキングで球界全体38位、2004年開幕前のランキングでは70位。この時のロペスはショートを守っていたんですが、ショート守備はマリナーズ傘下内でもトップクラスの評価で、またバッティング面ではコンタクト能力に非常に優れ、平均以上のパワーも兼ね揃えていることから、メジャーレベルでも攻撃面の貢献が見込める選手として期待されていました。どんなボールでもうまくコンタクトできるがゆえに、早打ちすぎる点は今後改善が必要かもしれないとはされていましたが、19歳にしてダブル A、 20歳でトリプル A に到達して結果も残していましたので、本当に将来が楽しみな内野手、それがロペスというプロスペクトでした。20歳のシーズンである2004年にメジャー昇格を果たしているあたりも、チームの期待の高さも伺えますよね。で、このくらいの時期のマリナーズにはもう一人二遊間に期待の選手がいて、それがこちらのユニエスキー・ベタンコート。ベタンコートはキューバ出身のショートで、2005年1月にマリナーズはこのベタンコートと契約。ベタンコートのショート守備は契約時点ですでにメジャーでゴールドグラブ賞を取れるとまで言われているくらい高評価を受けていましたので、ロペスは本格的にセカンドへ回ることになりました。この二遊間がね、夢があったんですよ。マリナーズは116勝を挙げた2001年のメンバーが衰え始め、2004年はシーズン99敗、世代交代の時期を迎えていた中でこの若い2人が出てきて、新時代を象徴する存在としてのセカンドのロペス、ショートのベタンコート、この二遊間がこれから長い間マリナーズを支える存在になるんだと、当時小学生くらいだった私は無邪気に思っていました。で、ロペスは割と順調な成長をその後も見せました。MLB3 年目の2006年は開幕から2番セカンドが定位置となり、前半戦打率2割8分、 OPS7 割7分1厘とマイナー時代期待されていたバッティングをようやく発揮できるようになり、ヤンキースのロビンソン・カノーの代替選手としてオールスターにも選出。オールスターではエール1点ビハインドの9回に代走で出場し、マイケル・ヤングのタイムリーで同点のホームも踏んでいます。まあ、その裏エラーもしているのはともかくとして、後半戦はあまり長打が出ず、またそもそもが早打ちすぎて、打率の割に出塁率も高くなかったため OPS が伸びなかったものの、アベレージは保ちまして、初めてのフルシーズン151試合に出場し、打率2割8分2厘、170安打、 OPS7 割2分3厘ウィンザボリプレイスメント 2.8、 22歳のシーズンにしてすでに平均以上のレギュラー選手となり、やっぱりロペスはこれからすごい選手になるんだと、そう感じさせてくれたのが2006年の彼でしたね。22歳でオールスター出るセカンドなんてもう期待しない方がおかしいですからね。そしてロペスはその後も主力として活躍してくれました。2007年こそ制裁を欠く1年となってしまいましたが、2008年は159試合で打率2割9分7厘、右打者にとって地獄のセーフコフィールドでプレーしながらキャリアハイとなるホームラン17本、 OPS7 割6分4厘ウィンザボリプレイスメント 3.8、 さらには191安打も記録しました。2008年のマリナーズはエリック・ベダードを獲得するなどして、コンテンドする気満々でシーズン臨みながらも逆噴射しての101敗でしたので、そんなチーム状況でのロペスのパフォーマンスは数少ない明るい話題ではありました。2009年はホームラン数をさらに伸ばして25本、シーズン後半は3番でどんどん振っていくスタイルが功を奏したのか、打点もぐんぐん伸ばしてチームトップの96、セカンドも指標上は悪くはない程度に守り、間違いなく主力選手ではありましたね。もちろんどんどんスイングするタイプであったので、なんでそんなボール振っちゃうのとか、そういった荒さも垣間見えることもあるにありましたが、この頃には一緒に二遊間で未来を担うはずだったベタンコートが MLB 最低のレギュラーとか言われていたことを考えると、ロペスはよくやっていたんじゃないかと思うわけです。ただね、そこからの転落が早かった、もうびっくりするくらい早かった。
2009年オフにエンゼルスから FA でショーン・フィギンスをマリナーズは獲得し、彼はサード守備の名手だったんですが、ロペスのセカンド守備指標が悪化傾向にあったこともあってか、フィギンスをセカンドに回し、ロペスをサードへ。サードでのロペス守備はめちゃめちゃ良かったんですが、なぜかバッティングは大幅に悪化。もともと荒さも目立っていたバッティングがおそらく悪い方向に作用してしまった感じで、打率2割3分9厘、OPS6 割9厘、より攻撃力が求められるポジションに移ったのに全く打てんと。まあこの年のマリナーズはチーム全体で歴史的なレベルで打てていませんでしたので、別にロペスに限った話ではなかったんですが、これに加えて試合中のベンチで起きた乱闘騒ぎで思い切り暴れている姿がカメラに抜かれてしまったりと、プレイ以外の部分の問題も浮き彫りとなり、ノンテンダー候補となった末にシーズン終了後にロッキーズへトレード。その後球界を転々としますが、マリナーズ時代に見せていたようなバッティングを取り戻すことはとうとうなく、元トッププロスペクトが20代にして MLB での立ち位置を完全に失ってしまったと、主力として活躍していた時期のロペスを知っているだけに、2、3年でここまで落ちるかと、当時はかなり寂しく思った記憶があります。そんなメジャーで居場所を失ってしまったロペスですが、しかしその後日本で見事にキャリアを立て直したのは皆さんもご存知のことでしょう。2013年から巨人でプレーし、2015年からはベイスターズへ。ベイスターズ来てからはチームの主砲として活躍して、2015年から5年連続でホームラン25本以上、チャンスにも強く打線に欠かせない存在でしたね。2017年頃の3番筒香、4番ロペス、5番宮崎のクリーンアップの並びはなんと豪華だったことか。ファースト守備も堅実でマリナーズ時代の途中から見れなくなってしまった攻守で主力として輝くロペスの姿は頼もしさも感じましたし、またベテランらしい渋いプレーも時には見せたりと、選手としての成熟を感じる場面も多かったのかなと。日テレの野球中継だったと思うんですが、ロペスがクレバーな選手と表現されていたことに驚いた記憶あるんですけど、実際日本に来てからのロペスはその表現が間違っていない部分も多かったですからね。マリナーズ時代は才能任せのプレーもあったと思うんですけれども、ベテランとなってプレースタイルが変わったことも、キャリアの立て直しにつながった部分もあるかもしれませんね。また日本時代で印象的なのは特にベイスターズでは若いチームの兄貴分として大きな役割を担っていた点ですね。まさにチームに一人は欲しいベテラン選手。2017年に3試合連続サヨナラ勝ちした際の2試合目9回に同点打放った時なんかが特に印象的ですが、勝負どころで大きな一発を放った際にはチームメイトを鼓舞するかのようにベンチに向かって吠えたり、ベースカバーを怠ったピッチャーに対してブチギレたりと、勝利に徹する姿勢が何より魅力でしたし、逆に本人の持ち前の明るさを生かしてベンチのムードメーカー的存在も担っていたともされますよね。2018年からネフタリソトがチームに加入し主力選手へと成長しましたが、日本の野球へのアジャストにあたってはロペスのサポートが非常に大きかったとされますし、他の外国人選手についても同様とされます。まあ本当にいい意味でマリナーズ時代のロペスとは別人といった印象で、チームからもファンからも愛された選手だったのかなと。個人的にもやんちゃな若手だったマリナーズ時代のロペス、チームを支えるベテランだったベイスターズ時代、このどちらを生で見ることができて非常にラッキーだったなと思いますし、どちらの時代においても主力として活躍したことはずっと記憶に残るのかなと思っています。ロペスが引退後の第二の人生、どのような人生を歩むかは分かりませんけれども、素晴らしいものになることをお祈りしています。本当にお疲れ様でした。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。